記事。マジヤバくね。折島一平と川村彩でお送りしておりますクロス FM ウィークリー虎ノ門ニュース、もはや番組の名物といっても過言ではないこのコーナーに参りましょう。折島一平の歴史マジヤバくね。ごめんなさい、漫画日本昔話の時田不二雄さん流に言おうとして見事に失敗しましたけどね。折島一平のですからね。さあこのコーナーは数々の知識を搭載する巨大空母、舞台に上がるカールビンソンこと折島一平さんからある人物にまつわるお話をいただきまして、どんな例えなんですか、リスナーの皆さんに歴史マジヤバくねと思っていただくお時間です。だってそうじゃないですか、もう出力総力ともにかなりの数値出てますよね。いやでどうせ空母の名前だったらせっかくだから日本の空母にしてくださいよ、はい、もう失礼しました、明石とか昇格とか随格とか、はい、まあ、すいませんすいません、余談はさておき、はい、今週のマジヤバい人は日本の方ですね。はい、はい、どなたでしょう。今週は大日本帝国陸軍足立旗蔵中将です。失礼しました、足立旗蔵さん、はいはい、存じ上げてないです。いやそれは無理ないです、はい、です当然です、はい、もうその男女問わずね、足立旗蔵って言われておーっていう人はね私含めて約何名ぐらいいらっしゃるでしょうかね、リスナーの方に。ちなみにね、はい、足立旗蔵さん、音だけ聞かれてる方はですね、はい、どういう字書くのって思われると思いますけど、漢、ね、数字で23と書いて旗蔵とお読みする方なんですね。足立23と書いて足立旗蔵、足立さんは足立由美さんの足立ね、足立康盛の足立、足立康盛ってのは鎌倉幕府時代の御家人ですけど、はい、置いといて、その足立旗蔵さん、ちなみにね、23、数字の名前って言うと、あの人がいるじゃない、でね、連合艦隊司令長官山本五十六大将ね、山本元帥、ね、はい、あの人は56でしょ。でちなみにね、山本五十六さんの話をね、虎ノ門ニュースで井上和彦さんが、お話しされてる時に、ニコ生の視聴者の方でね、山本五十六って56人目の子供だからだよねっていうコメントが流れましたけど、はい、すいません訂正しますけど、それは間違いで、お父上が56歳の時に生まれた子供さんだから56と書いて五十六さんなんですね、はい、うん、まあまあ余談ですけど、でちなみに足立旗蔵さんはお生まれが明治23年なんで、生まれた年が明治23年だったんで、まあ、漢字で23と書いて旗蔵と読むという、まあ、ちなんでね名前が付けられた方なんですけど、はい、この方大東亜戦争中にですね、第18軍司令官としてニューギニアに派遣されたんですよね。このニューギニア、地獄の戦場と言われたニューギニア、ね、もちろん、まあ、南方戦線はね、まあ、地獄と呼ばれた戦場いっぱいありますよ。だけどね、片腕片足で帰るどこそことかね、飢えてどこそことか、まあ、いろんなね、その、まあ、当時から、まあ、その軍の内部とかね、戦場 の、まあ、その実際の現場でね、いろんなことが、まあ、語られたわけですけど、ニューギニアは本物の地獄。いいですか、はい、12万人のニューギニア作戦ね、従事した将兵のうち、生還した者は1万人です。12万のうち1万ですよ。しかもそれも大半が、申し上げるまでもなく病人ね、もう満身創痍で帰ってきた。12万のうちの1万ですよ。でその中で、まあ、指揮官としてね、奮闘されてたわけですけど、はい、まあ、あえなくその敗北ということになって、その時にね、その、まあ、オーストラリア軍に対しその降伏するんですけど、軍は大名に基づき豪州第6師団に降伏せんとすという非常に簡潔かつ潔い言葉でね、もうね、だからその以前ね、根本博さんのお話もね、はい、中国大陸で、ものすごいご苦労された、あの時もそうですけど、やっぱりね、各師団とか各旅団とかによってもう大混乱が起きるわけですよ。命令がなかなか徹底しないとか、その表現をめぐってね、その上官と部下の間で対立が生じたりとか、足立さんのところは本当に整然とそのうまくまとまった形で、しかも毅然としてね、こびへつらうことはまあ当たり前なんだけど、整然、もう非常にこう粛々とその降伏がうまくいって、でその足立さんどうなったか、まあラバウルの捕虜収容所というか、戦犯として戦争犯罪人として、収容所に入れられるんですけど、はい、もうその、すっかり別人のように痩せ衰えた体に鞭打って、一般のつまり自分のかつての部下たちと同じように炎熱の下で天秤棒を担いで水を運んでね、まあ、まあ本当に重労働に、従ってほとんど杖ついて歩きながら部下を励ましてね、頑張れてもう少しだと統率してね、まとめていったと。で最終的にね、その無実の、まあ無実っていうかな、そのとばっちりでね、要するにほら BC 級戦犯って言われ方があるでしょ、 A 級戦犯と BC 級戦犯って言われ方があって、もう間違ったその要するに通訳の手違いなんかもあったりして、はい、
そんな美材がなんでっていうようなね、まあ、ありもしないホレオ虐待をその無理やり押し付けられたりとかで、別の人がやった罪を押し付けられたりとかでね、どんどん訴追されていく戦犯たちを、はい、まあ、自分がもう率先して証言台に立ったりして、うん、そういう救う活動もある、もちろん自分の、まあ、裁判も抱えてるわけですけど、とにかくまず部下をなんとかね、その処遇を見定めることが先だと、で、彼はね2年近くですよ、1945年昭和20年の敗戦から2年近くを囚人として過ごし、戦犯裁判が全て終了 してから自決する覚悟でいらっしゃったの、足立さんは、はい、ね、でところが、まあ、その連合軍としてはそれは許さんと、うん、毒薬は持ってたのに没収されるし、うん、担当を持ってたらそれも没収される、ね、もう死にどころを求めたくて仕方ないんだけど、それ死なせてくれない、でも、まあ、人間はその死のうと決めたらどんな時でもどんな方でも死ねると思うよと、嘘ぶかれて、うん、やがてどこで手に入れられたか、錆びたナイフを、錆びたナイフっていうね、石原裕次郎の曲じゃないけど、隠し持ってたそのナイフですね、最後の裁判が完結して、そして最後の自分の部下たちにね、容疑者8人が釈放、その上帰還、日本内地帰還を許されるという通知が分かった、それを全部受けて判明した翌日に収容所で軍服姿で、その錆びたナイフで見事に滑覆した上、自らの手で頸動脈を圧迫するという、圧迫してっていうね、異常な精神力を振るって自決されたんですよ、物語のとおり。まあね、終戦直後のね、はい、まあ、そのまあいろいろ人心もその動揺してもう混乱しまくってる時になると、もだと2年も経っててね、2年もかけてその自分の責任というのがね、それをこう徹底的に果たしてね、ここまで潔いその最後を遂げたという人はね、日本の軍人の中でも極めて稀であろうと。はい、本当に部下を守ろうと、うん、必死だったんですね。これはね、私はあの 山田風太郎さんって亡くなった作家のね、はい、山田風太郎さんのね、人間臨終図鑑っていう、うん、その古今東西、はい、著名人、偉人から、芸能人、時にはまあ犯罪者のね、にもう至るまで、本当多士生生、この地上のこの世に現れた様々なその人間たちが何歳でどのように亡くなったかっていうのを、もう大集結的に集めたね、あの、はい、一種異様なね、本があるんですけど、はい、その本で初めて知った方なんですよ、足立旗蔵さん。こういう、うん、ものすごい人がいたんだぞっていうね、ちなみに去年57、はい、それでお亡くなりになってね、はいはい、これは南雲忠さんなんかと同じ年にあるわけですけど、うんうん、まあね、はっきり言ってね、終戦のね、消息玉音放送の後にもうね、まあ、おめおめとと言ってはその、ね、亡くなった方には手厳しすぎる言葉になるかもしれないけど、陸軍大将とか陸軍元帥なんかで、まあ、名前は挙げませんよ、ただ正直当時 その記録から言ってみてもね、ちょっと見苦しいんじゃないかと、ちょっとこれはあまりにもね、うん、その人間としてその態度はどうなのかっていうような人もいっぱいいたわけですよ。そうなんですね。その中にあってね、地獄のニューギニアでこういう真っ当の仕方をした人がいたっていうね、これはね、あの本当忘れたくない、はい、うん、確かにこういった強さを持つ偉人っていうのもいらっしゃるんですね、うんうん、そうです。やっぱりね、そのこれはね、あのさっきの対戦にかかわらずどの戦場でもそうですけど、はい、やっぱりその人がね、命を委ねる覚悟を決める瞬間というのはもちろん祖国への思いとかね、民族への思いとかいろんなのがあるでしょうけど、やっぱりその現場でそのね、その戦場でもってね、この人間となら一緒に死んでも惜しくないとか、この人の命令で死に向かわされるならもう何の後悔もないだろうっていうような、そういう人物でしょ、足立旗蔵さんというのは。そういう人間だったんだということをね、思い知らされる方ですね。